もう西方、さっきエイプリルフールだからって私を騙そうとしたでしょ。嘘はなしだよ。私は西方に誘われて嬉しかったのにな。嘘か。ねえ西方、2年になっても同じクラスになりたい？なりたいも何も、うちの学校クラス替えないし。先生に聞いたんだけど、転校生の関係で一クラス増えることになったんだって。え？増えるってことはクラス替えだね。ちょっと待て、ということは高木さんと別のクラスになる可能性も。もしそうなったらもう高木さんに関われることはない。西方、私と同じクラスになりたい？それはその…このまま高木さんにからかわれっぱなしじゃ悔しいし。じゃあよかったね、同じクラスで。え？先生が言ってたのって3年のことだよ。2年のことじゃないの？もうびっくりさせないでよ西方。2年になっても隣の席だといいね。からかい上手の高木さんに。7月放送スタート。